大井川は、静岡県を流れる河川。一級水系大井川の本流。南アルプス南部、静岡県、長野県、山梨県の県境付近にある間の竹に源を、発し、赤石山脈、白根山脈の間を南下。静岡県八重洲市大井川と灰原郡吉田町の境界から、駿河湾に注ぐ。古くは、 流水のことを糸、用水路や流れのことを清水と呼ぶから、大井川は偉大な水、大きな水の流れという意味を持つ随称地名であると考えられる。大井川の名は日本初期にすでにあり、江戸時代には全国に知れ渡っていた。大井川は南アルプスの険しい山岳地帯を流化する。流域の平均年降水量は三千百ミリメートルと田内域にあたるため、 古くから水量の豊富な河川であった。加えて、ホッサマグナの崩落地帯が上流にあるため土砂流出量も多く、広大な河原を形成してきた。特に中流部は大蛇行地帯であり、宇山の七曲がりと呼ばれる蛇行地帯も形成されている。また、大井川は国境としても利用され、古くは駿河国と東都海国の境界線とされていた。 奈良時代頃までの大井川の本流は、現在より北に蛇行しており、現在の土地山川の流路を流れていた。後に、大井川の流路変更に従って、駿河国の領域は少し広がることになった。春元大井川、富士三十六景千五百九十年、駿河、東東美、三河、海斐、品の五カ国を領有していた徳川家康は、小田原征伐の後、 北条氏の丘陵であった関東への違法を豊臣秀吉より命令された。この後、駿河には中村和氏が17万国の駿府城氏として、東東海には堀尾義春が浜松12万国、山内和豊が掛川6万国として領有するなど秀吉恩子の大名が封じられた。これは家康を仮想敵とした秀吉による東海道を封じ込め、 政策の一環であった。同年、中村和二山内和とよらにより牛尾山の東側を掘削し、当時牛尾山の西側を流れていた、大井川のルールを東側へ変更する転称の、世えが行われている。1600年関ヶ原の戦いにおいて、東海道筋の大名は、秀吉の思惑に反し揃って、東軍、徳川方についたため、戦後、 カズトヨがとさカゾを天保したのをはじめ、堀尾、中村等の諸大名は、西日本へ天保となった。その後東海道筋は、天領、審判、不代大名で固められ、江戸の防衛に充てられた。この際、大井川に関しても、江戸の防衛に加え、家康の隠居城であった、駿府城の防衛の役目を果たすため、佳境は、愚か渡し船も、現金とされ、大名、 庶民を問わず、大井川を渡過する際には川札を買い、馬や人足を利用して腰や肩車で渡過した川越えが行われた。このため、大井川は、東海道屈指の難所とされ、箱根八里は、馬でも越すが、越すに越されぬ大井川と謳われた。もちろん、これは、難所、大井川を渡る苦労を表現した言葉である。なお、従来、幕府が、境やを禁じたのは、 大井川を外堀として、江戸を守る、防衛上の理由が主だとされていたが、近年の研究では、昔の大井川は、水量が多く流れも急だったため、河橋には向かなかった、川越による川解消や、宿場町の莫大な利益を守るためであった、とも言われている。東海道金谷の富士、富岳36系1696年幕府は、川の両側に川解消を設け、 都市を制度の管理のために2名から4名の川昭屋を置いた。川会所は島田と金谷に設置され、それぞれ大井川を渡化する拠点の宿場町となり、にぎわった。川会所は江戸の道中奉行の直轄として、毎日川の深さを計測して、江戸に飛脚で報告したほか、川越沈船や渡下の順番の割り振りの運営に当たった。とりわけ洪水の際には、川止めが行われた。 水深四尺五寸、人足の方を超えると、全面的に渡過禁止となった。川越妊婦は島田に350人、金谷に350人が常時いた。大井川の川越妊婦は、雲助とは違い、半藤木山の下級管理であったため、安定した職業でもあった。大井川の治水については、新限定に代表される武田市の高衆流治水工法の一つである。 牛枠類が知られており、これ以外にも、出し、川倉といった水星が各所で設けられた。ただし、それでも水害は後を絶たず、大井川下流の流域住民は、船形に屋敷を盛り土して洪水に対処する、船形屋敷を建築した。現在でも焼津市、大井川や藤枝市、島田市などに、船形屋敷が残存している。 大井川に架かる橋明治時代に入ると架橋が許され、各所に橋が架けられるようになった。そのうち特に著名なのが宝来橋である。この橋は1879年に架橋され、木造歩道橋としては世界一の長さを誇り、ギネスブックにも掲載されている。現在でもこの記録は破られていない。1898年に、 河川施行規則が施行されると大井川は内務省による直轄工事対象の河川になった。同年より高水式の治水整備が内務省直轄事業として行われ、1902年には一応の完成を見た。支流の須又タ川流域の森林は、江戸時代、寸府城、浅間神社、江戸城、本丸、関栄寺などの要材とするため大規模に切り出され、 大井川を通じて材木の輸送が行われた。大井川は川幅が狭く、イカダが組めなかったためバラの木材を十数人、一組の人足が巧みに輸送していた。特に石で川の水をせき止めておき、溜めた水と木材を一気に下流に流す方法を鉄砲出しという。1958年に井川林道が開通すると大規模な川狩りは行われなくなった。 鉄砲出しは1967年を最後に行われなくなった。畑、定第一ダム世界一の中空重力式、コンクリートダム、伊川ダム、日本初の中空重力式、コンクリートダム、奥泉ダム、大井川鉄道伊川線車中から撮影大井川の河川開発において欠かすことができない歴史として、水力発電がある。1902年日英同盟が成立し、 日本とイギリスの関係はより親密になった。これを機にイギリス資本が日本経済にも影響を及ぼし始めた。大井川でも1906年に日英両国の民間資本による水力発電事業が計画された。この際、日英水力発電株式会社の設立に向けて準備が行われたが、1911年にイギリス資本は撤退し、 日本単独での事業となった。同年日英水田が設立され、大井川水系発の水力発電所として、小山発電所の運転が開始された。当時は、基礎川や天竜川などで電源開発が盛んであり、より充実した電力事業を展開するために、電力会社の合併が繰り返された。大井川水系関連では、日英水田が1921年に、 早川電力に九州合併され、その早川電力は1925年に東京電力に合併し、さらに発展して大井川電力となった。昭和に入ると大井川水系においてもダム式発電所による水力発電が行われるようになった。1927年、大井川本川源流部に田代ダムが完成し、田代第一発電所。 田代第二発電所が稼働した。この田代ダムは、藤川水系早川の堀田たダムへ同水をしており、大井川と富士川をまたいだ水力発電が行われた。続いて、大井川水系の有力な支流である須又川が、富士電力によって開発され、1935年最上流部に先頭ダムが完成したのをはじめ、翌1936年には須又川ダムが完成した。 ちなみに戦闘ダムは戦前において大井川水系最大規模のダムであった。こうして大井川電力は大井川水系の電源開発を強力に推進したが1938年戦時体制が進行する中国化による電力統制を目的に電力管理法が施行され、これに伴い日本発送電が発足。全国の電力会社は 強制的に吸収合併させられた。大井川電力や富士電力も例に漏れず、非発に吸収された。敗戦後、深刻な電力不足を解消するために、電源開発が国策として強力に進められた。日発は大井川に大規模なダム式発電所を建設し、逼迫する電力需要に対処しようとした。当時静岡県は、 河川総合開発事業として、大井川総合開発計画を推進しており、全国的に河川総合開発が進められている中で、大井川でも総合開発の機運が高まった。1951年連合国軍最高司令官総司令部 GHQ は、過度経済力集中排除法の対象となっていた、批発を分割、民営化させる電力事業再編令を施行し、 大井川水系の発施設は、中部電力に多代ダム以外のすべてが継承された。そして非発の計画を引き続き推進し、井川地点と奥泉地点にダム式発電所の建設を計画した。中電は海外技術顧問団にダム技術に関する助言を得たが、この中で井川地点については日本発となる中空重力式、 コンクリートダムによる建設が計画された。初の試みであるため当時中空重力式の建設が盛んであったイタリアに関係者を派遣し、ダム建設に関する技術を学んだ。この経験をもとに建設されたのが、イカワダムであり1957年に完成した。前年には直下流に奥泉ダムが完成していたが、当時全国的な大ダム建設時代に符号して、 大井川水系でもダムが多く建設され出した。中電は、伊川ダム上流の畑定地点に、自流混合式用水発電所を建設する計画を立て、1961年に、畑、定第2ダム、1962年には畑、定第1ダムが完成した。畑、定第1ダムは、世界最大の中空重力式ダムであり、ダム内部に設けられた畑、 丁第一発電所は認可出力13万7000キロワットと大井川水系最大の出力を誇っている。大井川水系の水力発電事業は峠を越え、その後は1990年に畑丁第一ダム上流で大井川に合流する沢川に赤石ダムが建設されたのが大井川における電力会社管理ダムの最後の例となった。 大井川全体における全発電所の送認可出力は7 1 5 7 0 0ットと巡洋水発電所がない河川では全国屈指である。近年では畑、定台にダムの河川に維持放流を利用した東、河内発電所が2001年に運転開始されている。大井川鉄道、仙洞駅、井川線ホームと列車大井川の水力発電事業が進展するのに、 合わせて建設が行われたのが、後の大井川鉄道の各路線である。大井川電力が本格的にダム式発電所の建設を行う際に、資材を運搬するためのインフラ整備が必要となった。大井川は急流であり、上流は、節素橋やスマタ橋のように謙遜な峡谷が形成されている。このため、人力、馬力による大量輸送を行うことは、 不可能であり、鉄道による物資運搬が必要と判断された。鉄道路線は、かつての東海道の宿場町であった金谷を起点として建設され、1927年、金谷駅から横岡駅間6 5トルが開通した。その後、マタガ川流域の電源開発計画が進行すると、合流点である銭湯まで延伸する計画が立てられ、 1931年には、金谷駅先頭駅間 39.5km が開通した。これにより、先頭ダムや、スマタガーダム建設のための物資の輸送が、鉄道により行われることとなった。また、ダム建設に伴う流木保障に鉄道が利用され、本来の建設物資輸送に加え木材輸送が加わった。さらに、 沿線住民の貴重な交通アクセスとしても利用され、始めた。戦後は、大井川鉄道として独立することとなったが、ダム建設のための物資輸送の役割は継続していた。1951年、井川ダム、奥泉ダムの建設事業の開始に伴って、摂取橋を安全に輸送するための路線整備が図られ、仙洞駅から井川までの延伸事業が開始された。 1954年に完成したこの路線が大井川鉄道井川線であり、これにより現在の金谷井川間が全線開通した。1957年の井川ダム完成以後は地域の重要な足として利用されることとなった。井川線は中部電力の所有、運営を大井川鉄道となっている。電源開発事業終了後は地域の重要な足として利用されていたが、 モータリゼーションの発達は容赦なく、経営を圧迫し、他のローカル線と同様に赤字路線に転落した。1969年には、大井川鉄道株式会社は、名古屋鉄道の参加となって、経営再建に奔走したが、1972年には赤字路線に対する国庫補助、欠損補助金対象路線にまで落泊した。この頃より、 鉄道の廃止が検討され始めたが、起死改正の一手として、1976年、大井川鉄道株式会社は、前年全国的に廃止されたばかりの蒸気機関車を、金谷先頭馬に導入した。これは、廃止の淵に立たされた、鉄道路線経営にとって、大きな経済的効果を上げ、SL 目当ての客が多く利用し、大井川鉄道株式会社の経営は、 次第に回復することとなった。その結果、1978年には路線の存続が正式に決定され、1980年には欠損補助金の対象からも外されて経営再建を果たした。1990年、井川線は再度廃止の危機に陥った。長島ダム建設に伴って観光の目玉の一つであった摂速橋を通る井川線は水没することとなり、 線路の付け替えをしなければ廃止となる状況となった。ただし、その付け替え後の線路では銭頭から接素橋の勾配が急になってしまい、そのままでは運転ができない状態であった。これに対し、大井川鉄道株式会社はアプト式鉄道を導入した。上記の問題をアプト一城駅で電気機関車を連結して、 長島ダム駅まで急勾配の坂を昇降することで解決したのである。このアップ都市鉄道の導入は、新越本線横川駅軽井沢駅間、薄井峠のアップ都市鉄道が1963年に廃止されて以来の復活であることから、さらなる注目を集めた。このように、大井川鉄道は近代鉄道が捨てたものを拾うことで、独自の存在感を示しており、 人気を博している。なお、以下川線は赤字であるが、中部電力の補助金によって赤字を総裁している。川口発電所の主水源、笹間川ダム廃線を逼迫していたのは、電力需要ばかりではなく、食料需要も逼迫していた。むしろ食料事情は、極めて劣悪な状態であり、放置すれば、治安にも重大な支障を及ぼしかねなかった。 このため早期の農地開拓は何よりも重要な施策であり、農林省は大規模かつ広範囲の新規農地開墾を図るための総合開発事業を計画した。1947年、農林省は国営農業水利事業を展開した。農業用ダムを河川に建設して水源とし、下流に建設した投資口より取水した水を用水路に導水して農地を灌溉し、 農作物の増産を図ろうとするものである。農林省は、加古川、安川、葛竜川、そして大井川の4水系、河川を国営農業水利事業の対象河川として指定し、大規模な灌漑事業を展開した。この国営大井川農業水利事業は、大井川両岸の農地に対して農業用水を供給することが目的である。中部電力が管理する、 笹間川ダムを取水源とする水力発電所、川口発電所を利用し、発電所に付設された川口取水口を水源としている。ここで取水された水は、大井川水路橋を通じて、島田市にある神座分水口で、大井川左岸幹線と大井川右岸幹線に分かれる。大井川左岸幹線は、赤松幹線、向かい谷幹線、志田橋場美幹線、灰原幹線、 瀬戸川幹線の5本の感染用水路に分岐され、さらにそれぞれの感染水路から視線用水路に細分化される。焼津市、藤枝市、島田市、牧野原市、灰原区に吉田町が供給対象である。一方、大井川右岸幹感染波形寒座分水口から小笠幹線が分岐し、その後掛川感染、菊川幹線、菊川右岸幹線、 菊川左岩幹線の4本の幹線用水路に分岐され、さらにそれぞれの支線用水路へ分岐される。右岸用水は菊川水系を介した利用がされており、菊川本川に菊川投資口を建設して用水補給を行っている。供給対象は掛川市、袋井市、菊川市、お前崎市である。この両用水によって11,588、 ヘクタールの農地が恩恵を被ることとなり、大井川用水は1968年に完成した。大井川用水は本来目的の農業用水供給のほか、防火用水や環境維持用水、そして浸水目的にも利用されているが、高度経済成長以後の急速な人口増加に伴って上水道需要も逼迫するようになった。このため、 静岡県大井川広域水道事業団は、大井川用水を利用した浄水道供給を行い、さらに工業用水道も大井川用水に求めるようになった。だが、農業用水の他目的への転用は禁止されており、2006年をめどとした転用手続きが現在進められている。また用水施設の老朽化に伴う漏水などが目立つようになり、百九十九年に、 農林水産省は、静岡県と共同で、国営大井川用水農業水理事業を施行し、2017年に完了した。長島ダム大井川水系唯一の多目的ダム大井川の治水は、山内和豊による和豊堤以降、主な河川改修は、堤防建設、改修を中心とした高水式改修が主流であった。 戦後もその傾向は変わらなかったが、1954年9月の洪水沖に本格的な改修が求められ、川口の駿河湾から島田市館座、上落ちてまでの2 4 9トル区間が、急下線法による指定区間に指定され、建設省による直轄管理の対象とされた。1967年5月には新河線法の 制定に伴って、大井川は一級水系に指定され、水系一貫の治水計画が行われることとなった。これによって1974年3月に、大井川水系工事実施基本計画が策定された。しかし、同年7月7日の七夕豪雨によって、静岡県内には甚大な被害が生じ、大井川水系も大きな被害を受けた。このため建設省は、 根本的な河川改修として、多目的ダムによる洪水調節が必要であると方針を固め、大井川水系工事実施基本計画が改定された。その結果、大井川上流から中流域の治水について、1971年より予備調査が進められていた灰原郡本川根町、長島地点のダム計画が正式な事業として進められることとなった。これが、 大井川水系唯一の多目的ダム、長島ダムである。しかし、当時は口述するダムによる大井川の下水枯渇が問題化しており、ダム建設には水没地区の住民による反対があったほか、下流住民からも会議的な意見が多かった。建設省は水源地域対策特別措置法の指定や流水復活のための電力会社と地元の仲介を、 積極的に行う通して事業への理解を求め、計画発表から28年後の2000年に、長島ダムは完成した。ダムの完成により、大井川の治水は元より、大井川用水の水源として、上水道、農業用水、工業用水の供給が行われ、地域の水がめとして重要な役割を担っている。また、長島ダムは、 新たな観光地として多くの観光客を集めている。一方、大井川下流から河口については、東海地震による津波対策が行われている。大井川流域は、東海地震に関する地震防災対策強化地域に指定されているほか、東海地震と連動して発生すると言われている、東南海地震の被害も予測されており、東南海、 南海地震防災対策推進地域にも指定されている。このように地震に対して対策が行われているのは、地震による津波被害は駿河湾沿岸に集中するが、大井川を遡上した津波による内陸部への被害も警戒されているためである。特に河川を遡上する津波は1964年の新潟地震による信濃川、2003年の十勝沖地震による十勝川、 2011年の東日本大震災における北上川などで確認されているため、こうした津波被害を回避するための堤防補強などの対策も現在実施されている。こうした総合的な治水対策を推進するため、現在、大井川水系工事実施基本計画に代わる、新しい大井川治水計画、大井川水系河川整備計画が現在策定されている最中である。 須ま川の合流地点。手前が須ま川。左から右奥に大井川。大井川鉄道以下川戦車層より、前述のように大井川は水力発電や灌溉による高度な水利用が実施され、流域のみならず流域外の県内、さらには他県へも大きな貢献をしている。だが、その代償として大きな問題となったのが大井川の流水現象。 流水途絶である。1976年10月の塩号ダムと、下流1960年代までに、大井川水系は、大井川本川上流より多代、畑、丁大一、畑、丁大二、伊川、奥泉、大井川、塩里といったダム、昭円堤が連なり、支流には仙洞、大間、須又川、笹間,間川、境川の各ダムが建設され、 これらのダムや小園亭より発電用の水が一斉に取水される。さらに下流では大井川用水に利用するため川口発電所で放水された水が再度取水されて各所に供給される。こうした多数の箇所からの取水によって、かつて豊富な水量を誇った大井川の水は山中を通る送水管に大部分の水が流れ、 大井川に直接放流される水は極端に少なくなった。このため次第に弊害が現れた。問題が表面化したのは1961年の塩坊ダム完成からである。塩坊ダムで大井川の流水がことごとく取水されることにより、ダムより下流の大井川は全く流水が途絶した。この付近は宇山の七曲りと呼ばれた。 軽症地であり、水量が豊富な際は豪快な風景が楽しめたが、塩坊ダム建設以後は、下流二十キロメートル区間が全くの無水区間となって、漁業をはじめとする河川生態系に深刻なダメージを与えた。箱根八里は、馬でもこすが、こすにこされぬ大井川と謳われ、王子は平均水深七十六センチメートルあったと言われる、大井川の面影は全くなくなり、 あるのは延々と続く、西の河原であった。河原からは、風が吹くと、砂が舞い上がって、家の窓から吹き込み、人々はこれを、河原砂漠と呼んだ。また、生態系の変化により茶の害虫が増加し、砂が上流から運ばれなくなったことによる、海岸線の侵食などの被害が生じた。この山上に、流域住民は、大井川の清流を元に戻せと、 小裸に訴えるようになった。大井川の水回せ運動の始まりである。1975年も大井川の発電用水利券が期限更新となった。この時河川管理者である静岡県は、潮坊ダムを管理する中部電力、田代ダムを管理する東京電力に対し、大井川の無水区間を解消するために、毎秒2トンの水利券を返還するように、 両電力会社に要求、交渉を行った。だが、中部電力と東京電力の両社は、静岡県の水利券返還要求を拒絶した。電力会社の立場からすれば、水力発電所における水はまさに生命線であり、水量を減少させることは、発電能力を減衰させることにつながり、それは、単純に営業利益の減少に直結するため、 当然承諾できる要求ではなかったのである。河川維持放流を行う塩号ダム1976年に塩号ダムより暫定的な放流が実施されてはいたが、結局これ以降も無水区間の解消には至らず、当時計画中であった長島ダムの事業進捗にも影響を及ぼした。長島ダムは多目的ダムであり、河川維持放流を行うことは、 目的の一つであるため本来は河川環境の改善にプラスに働くのであるがダムに対する不信を募らせていた地元住民は長島ダムにも反対の姿勢を見せたそしてカくなナに水利権変換を拒否する電力会社に対する不満が次第に表面化していったそして塩豪ダムの次回水利権更新である1986年が近づくにつれ住民の 水回せ運動は次第に熱を帯びていく。本川根町、中川根町、川根町の3町で作る川根地域振興協議会は静岡県に対し大井川流域保全に関する陳情書を提出し、水利県更新時の大井川無水区間解消を強く要望した。3町の住民は水利県変換を拒絶する中部電力に対して、 圧力をかけるため1987年1月に大井川環境改善決起大会を開催800名の住民が参加し悲願達成を誓った。さらに3月には350人の住民が水の全くない塩港ダム直下流に集結し水の一文字を作って中部電力に対し強行内思表示を行った。当時の静岡県知事斉藤茂雄氏は こうした住民の直接行動を受け、中部電力に水利権の一部変換を迫った。中部電力も、住民との対立は、企業イメージへの深刻な打撃を与えることを危惧し、4月に、塩方ダムより、毎秒3トン、大井川ダムより、毎秒1トン、スマタ川のダム群により、毎秒0.6から0.7トンの河川、維持放流を行うことを表明。 大井川に25年ぶりの流水が復活した。だが、住民の納得する流水回復ではなく、12月には、協議会が再度要望書を知事に提出、毎秒5トン、更新期間10年に短縮という要求を行い1989年2月には、大井川河川敷で1000人が集まり決起大会を開催した。これを見た中部電力はついに住民の要求に従う。 ことになり、建設省との推理権更新において、通年放流量毎秒3トン、農繁期放流量毎秒5トンの推理権変換を表明した。ただし、推理権更新については30年更新で、建設省に申請することとなり、静岡県もこれに同意した。こうして、塩坊ダムより、毎秒5トンの水が放流されるようになり、完全に水がなかった大井川はついに流水が、 復活した。斎藤知事はこの心境を、大家五とんの流れ照り生えて大いなるかは蘇りたりの単価に認めた。この区は後に石碑となり、現在は、潮号ダム直下流の大井川浸水公園内に、建立されている。潮号ダムの問題は解決したが、未だ最上流部の田代ダムの水利券変換は、東京電力の拒否にあい解決されていなかった。 塩郷ダム直下流の大井川圧倒的に河原が広い2005年、田代ダムの水利権更新が迫り流域自治体は発電用水理権の一部変換を求めた。田代ダムは藤川水系の早川に導水を行うため山梨県も絡んだ広範囲な問題となり電力会社と自治体だけの問題ではなくなった。このため国土交通省、静岡県、山梨県、 大井川流域自治体及び東京電力の5社による大井川水利流量調整協議会が結成され、田代ダムの水利権問題に対処することとなった。塩号ダムの水利権返還以後、河川開発をめぐる周辺環境は激変し、河川環境に対する厳しい国民の視線が注がれるようになった。こうした風潮は1997年の 河川法改正に影響を及ぼし、河川環境の維持が河川管理の重要な目標に挙げられた。この中で、すべての電力会社管理ダムに対して、河川維持放流の義務化が明記され、全国の電力会社は発電用ダムに放流バルブを設置して維持放流を実施した。この結果、品濃川の西大滝ダム、宮中取水ダムのように酒が戻り出した例も、 報告され出した。東京電力は河川維持放流のための推理券一部変換に合意、流量についての交渉が行われた。だが、地元自治体の納得できるだけの放流量ではなく、交渉は不調に終わった。このため、大井川流域の住民は2万人の署名を集めて放流量の上乗せを要求、決起大会を開いて、情報を迫った。 これに対し東京電力は毎秒0.43トンから1.49トンの放流、水利権の10年更新で再度提示、流域自治体も納得して11月28日に交渉は打結した。2006年より、田代ダムより毎秒0.43トンの試験放流が実施されており、中部電力管理のダム及び長島ダムと連携して0.43トンの 連携上積み放流を現在検討している。こうして、大井川の水回生運動は、塩号ダム完成より45年経過し、大井川の無水区間は解消し流水は復活した。だが、川原砂漠が完全に解消されたわけではなく、かつての大井川復活にはまだ道半ばである。東海旅客鉄道が進めるリニア中央新幹線の南アルプストンネル工事により、 大井川上流の流量が最大毎秒2トン減少すると予測されている。JR 東海はこの予測の前提として地下水が岩盤の隙間からトンネル内に湧水として排出されるとした上で環境保全措置としてナット無効法の採用を挙げ復興コンクリートと地山の間に空撃ができないためトンネル内への地下水の湧出が少ないと考えられる。 河川流量の減少量を少なくできると考えている、とした。さらに、延長約 12km の導水路トンネルを大井川右岸に建設することで、トンネル内の湧水を静岡市北部の沢原島地区で大井川に合流させ、水量減少を毎秒0.7トンに抑える方針を示している。残りの湧水に関しても、必要に応じて導水路トンネルへのポンプアップする。 ことで減少を回避することができるとしている。大井川水系における河川施設は、そのほとんどが水力発電を目的とするものである。大井川本川だけでも6箇所の電力会社管理ダムがあり、この他に塩郷ダムなどの小園庭が点在する。須磨川や笹間川など主要な支流にもダムや小園庭が建設されており、高度な水利用が行われた反面大井川の 環境を損ねた。一方、多目的ダムは、長島ダム、治水ダムでは、平常時には全く水を貯水しない、穴空きダムの大城川防災ダムがある。洪水調節機能を有するダムは、この2機しかない。なお、現在施行中の河川施設はない。特色としては、日本で13機しか存在しない、中空重力式、コンクリートダムが3基 しかも連続して建設されていることである。日本初のイカワダムや世界最大の畑、定第一ダム、マイクロ水力発電施設を備えた畑、定第二ダムがそれであり、日本のダムの歴史において書くことのできない河川でもある。ありがとうございます。